新型コロナウイルスの感染拡大に伴う通常医療への圧迫を避けるため県は確保するとしていた病床数を見直すことを発表しましたこれによりますと今日現在運用している重症対応病床を24床から来年1月末までに28床に増やします一方で患者の受け入れを行っている医療機関の意見を聞いた上で通常医療への圧迫を防ぐため 新型コロナの患者用に確保を予定していた467床を来月12日をめどに326床としその後370床に調整するということですまた軽症患者の受け入れについては12月30日から予定通り宿泊療養施設を108室から250室に強化することにしています県の鶴田医療政策局長は 患者に対する医師・看護師の対応など聞き取りを行った結果で通常医療への影響を抑えたいと話しています